皆さんこんにちはガーデコジャパンの富永です今回は素焼き鉢についてお話しようと思っています素焼き鉢は園芸店やホームセンターで必ずと言っていいほど置いてある定番の植木鉢ですよね皆さんもご存知だと思います見た目はありふれた感じですが素焼き鉢は植物を育てる上でとても優れた性質を持っています 他の動画でもちらほらとコメントをいただくので、改めて素焼き鉢のメリット・デメリットについてまとめてみようと思っています。園芸・ガーデニングに興味のある方や、鉢選びにお悩みの方は、ぜひ最後まで動画をご覧ください。 それでは素焼き鉢のメリットからお話しますますず1つ目は通気性の良さです素焼き鉢は成形した粘土を700度から800度の高温で焼き上げて作られますそれによって表面に無数の小さな穴が開いたいわゆる多孔質となっていますその性質によってプラスチック鉢よりも通気性がいいのが特徴です 特に蜂の側面からも空気や水を通すため、鉢の中が群れにくく、植物が枯れる原因となる根腐れが起きにくくなります。下室や群れに弱く、根がデリケートな一部の出根草や山野草を育てるのに適した鉢と言えそうです。 素焼き鉢のメリット2つ目は、断熱性です。先ほどもお話ししましたが、素焼き鉢は多孔質です。無数に開いた小さな穴に空気を含みやすい性質を持っています。空気は熱を通しにくいため、鉢の中の温度変化を緩やかにする効果があります。植物の根は温度変化に敏感で、プラスチック製の鉢で育てていると、 真夏の直射日光によって温度が上がり根が傷むということも起こります素焼き鉢は夏の暑さはもちろん冬の寒さに対して弱い植物にとっても過ごしやすい環境を整えることができます夏越しや冬越しが苦手な植物の植え付けに適した鉢と言えますね 素焼き鉢のメリット3つ目は価格が手頃という点ですまたほとんどのホームセンターや園芸店で取り扱っているため手に入れやすいというのもメリットですねちなみに右側が5号鉢で200円左側が6号鉢で300円で販売されていましたありふれた見た目なのでデザイン重視の方には敬遠されるかもしれませんが価格重視の方や たくさん植物を育てている方にとっては大きなメリットだと思います。続いて、素焼き鉢のデメリットについてもお話しします。まず一つ目は、乾きすぎるという点です。これはメリットとして挙げた通気性の良さと表裏一体の性質ですね。 乾き気味の環境を好む植物にとってはメリットとなりますが、乾燥に弱い植物にとってはデメリットとなります。特に夏場の高温乾燥期には、素焼き鉢はかなり乾きやすいので注意が必要です。乾燥が苦手な植物を育てる場合には、水やりの回数を多くするか、素焼き鉢以外のものに植え付けた方が良さそうです。 素焼き鉢のデメリット2つ目は、カビの発生です。屋外の使用ではあまり問題にはなりませんが、盲点となるのが室内で栽培する場合です。観葉植物や多肉植物などを、素焼き鉢で育てている方も多いと思います。室内のように空気の流れが少ない環境だと、素焼き鉢の表面にカビが発生しやすくなります。素焼き鉢の表面は多孔質なので、 表面積が大きく適度に水も含みますそれがカビが発生しやすい環境になるようです室内で植物を育てる場合にはプラスチック鉢や表面がつるっとした陶器製の鉢など素焼き鉢以外のものを使うのがおすすめです素焼き鉢のデメリット3つ目は 重いという点です。鉢植えは置き場所を移動できるのが利点ですが、重たいと大変ですよね。4号鉢や5号鉢のような小さめのものであれば、素焼き鉢でもあまり重さは気にならないかもしれません。しかし、8号や10号のような大きな鉢になると、どんどん重さが気になってきます。重たい鉢の移動は足腰に大きな負担となるので、 気になる方はプラスチック製など、軽量の鉢を使った方がいいかもしれません。素焼き鉢のデメリット4つ目は、割れやすいという点です。落としてしまえば割れるのはもちろんですが、強風で植物が倒れた衝撃で割れたり、植え替えの際に割ってしまったりと、 素焼き鉢が割れるこことはしばしばば起こります割れてしまった素焼き鉢はあまり使い道がなく自治体にもよりますが処分をするのも難しいですその点プラスチック製の鉢は割れにくいので先ほどもお話しした素焼き鉢のデメリットである重さや耐久性が気になる方はそちらを選んだ方が良さそうです それでは、今回の動画のまとめです。素焼き鉢のメリット・デメリットについてお話ししました。素焼き鉢は、通気性・断熱性に優れ、手頃な価格で購入できるのがメリットです。一方で、重く割れやすいのがデメリットです。室内で使う場合にはカビが発生しやすく、乾燥に弱い植物にはやや不向きな点にも注意が必要ですね。 花質や群れに弱く根がデリケートな植物や暑さ寒さに弱い植物を栽培する場合にはメリットの方が大きいと言えますせっかくなので蜂の種類によって生育にどのような差が出るのか新たな実験を始めてみようと思っています後日お知らせしますので興味のある方は是非ご覧ください